ひまわりのじょうろ。ある晴れた日、けいちゃんはおままごとセットのお鍋やフライパン、お皿も持ってお母さんと一緒に公園に遊びに来ました。公園ではたくさんのお友達がバケツやじょうろで水をかけ合ったり、中には水鉄砲をビュンビュン打ちながら遊んでいる子もいました。けいちゃんはおままごとセットのフライパンに砂を入れたり、お皿に草を入れて混ぜたりしていましたが、他のお友達が水遊びをしているのを見ているうちに、自分も一緒に水遊びがしたくなりました。けいちゃんは手作りのペットボトルじょうろを持ってきたことを思い出しました。水遊びが大好きなけいちゃんのために、お母さんがペットボトルに穴を開けて、ひまわりの花の絵を描いて作ってくれたじょうろです。その手作りのじょうろを見た男の子が、なんだよそれ、ペットボトルじゃないか、変なの。と言って、けいちゃんに向けて水鉄砲で水をプシュッとかけてきました。周りにいた他の子も、変なの、変なの、と大きな声で言いました。けいちゃんは悲しくなって家に帰りたくなりました。少し離れたベンチで休んでいたお母さんに何も言わないで、おもちゃもほったらかしで家に向かってとぼとぼと歩き出しました。お母さんがけいちゃんに気づいて、大事なひまわりのじょうろ忘れてるよ、と言って追いかけてきましたが、けいちゃんは悲しくて悔しくて、そんなのいらない、と言って泣きながら走って行ってしまいました。家に帰ると、けいちゃんは泣き疲れて眠ってしまいました。けいちゃんはその日、夢を見ました。えーん、えーん、ママがせっかく僕を作ってくれたのに、捨てられちゃったよ。えーん。泣いていたのは、いらないと言われたひまわりの絵が描かれたペットボトルじょうろでした。けいちゃんは、ごめんね、本当はあなたのこと大好きなの。これからは大切にするからね。と、夢の中でじょうろに泣きながら謝りました。次の日、お母さんは公園での出来事を聞いて、少し心が痛くて、新しいじょうろ買いに行こうか？とけいちゃんに聞きました。けいちゃんは黙ったまま首を横に振り、ママが作ってくれたひまわりのじょうろいらないって言ったりしてごめんなさい。また遊んでいい？と抱きついてきました。もちろんよ。とお母さんはぎゅっとけいちゃんを抱きしめ返しました。けいちゃんはひまわりのじょうろを持ってまた公園に行きました。砂場で遊んでいると、昨日の男の子がけいちゃんを見つけて走ってきました。
昨日はひどいこと言ってごめんなさい。うん、いいよ。けいちゃんは笑顔で答え、一緒に遊ぼう。と、今度は二人で仲良くひまわりのじょうろで遊びました。おしまい。お話は面白かったぶ。チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくぶ。